モリモリ国へようこそ。モリモリランキングということで、モリモリランキングさせていただきますよ。今回のランキングのテーマは好きな麺ランキングということで、これもたくさんもらいました。はい、モリモリネームコロコロペーさんのものから読んでいこうかなと思います。第2位、そうめん。夏バテしてるときは毎日食べてます。我が家では、これなんていうのこれ。え？これなんていうの？みんな教えて、これ。金に、白に、こういうやつ。なんか、わかる？この金に白にさ、なんていうのこれ、なんていうのこれ。金ってあの、黄金の金、ゴールドの金に、白って書いて、こういうやつ。こういう、なんか、錦？あ、錦って言うの？錦、なんかね、錦に糸に卵って言うの。金糸卵ですか？違うね、読み間違えたくないから、もうビビってるから最近ね。この間もね、すごい、あの、今週の J モーチャンネルっていう月曜日にやってるのにゲストで出させてもらったんですけど、すごいバカ扱いされたので、私はもう読み間違いしたくないから、ちょっとね、読まないでね。みんなに聞いちゃうよ、ね。錦糸卵って言うのね。はい。錦糸卵に甘く煮た椎茸、きゅうりやハムと具だくさん。あれ関西だっけって書いてありますね。え、これそうめんってみかんじゃないんですか？そうめん。冷やし中華じゃん。冷やし中華？え？冷やし中華みかん？え？これ？あ、このそうめんの具が、あ、そうですよね。冷やし中華っぽいですよね。あ、そうだそうだ、そうめんじゃなくてこれ冷やし中華ですよね。え、違うの？デジルはいいですもん。禁止、デジル禁止で。あ、ちゃんだしっていう感じをデジルって呼んだんですよね。栄光の第1位いきます。チキンラーメンって書いてありますね。あの、すぐ美味しい。食べる前に卵を常温に放置、殻の丼と蓋をお湯で温め、直前でお湯を捨てます。準備ができたら袋から麺を取り出し、これ丼って丼のことなのかな、に水平になるように麺を入れて、常温の卵を中央のくぼみにそっと落として熱湯を注いで蓋をして3分待てば、パッケージのような綺麗な仕上がりになりますよ。あー食べたくなった。ぜひお試しあれって書いてあります。これドンって書いてドンブリって読むんですか先生？どうなんですか？あ、そうなんですね。うっそ、マジで。ちょっと、いやー、ちょっとやばい。ちょっとほんとバカ疑惑が出てきた。違う、ほんわざ疑惑じゃん。疑惑、バカ疑惑だから。バカじゃない、本当にバカじゃないです。本当に超頭にいいです。本当は狙ってるよ。狙ってるドンって書いてドンブリって読むんだ。そっか、うん。次はですね、モリモリネーム素敵紳士さんからいただきました。どうもありがとうございます。第1位、そば。温、冷、どちらも捨てがたいんですが、一番好きなのは酒を飲んだ後にすする温かいやつです。腹具合にもよりますが、天玉そばなんかもう最高ですね。天ぷらはかき揚げが一番ですが、春来た、これ来た、春菊、はい、春菊天、いや、月天なんかもいいですね。はぁ、想像してたら辛抱たまらなくなってきたので、立ち食いそば屋に行ってきます。ではまたって書いてあります。いいですね、この書き方がいいですね。危ない、春菊でしょ、知ってるよ。春に菊って書いて春菊って思った。危ない危ない、春菊伝って読みそうになっちゃったの。危ないよね。で、次はモリモリネーム大友さんのランキングいきますよ。皆さん聞いてください。第2位、スパゲティ。子供の頃から馴染んだナポリタン、ボロネーゼ、かっこミートソースって呼んでたから、大きくなって出会ったペペロンチーノ、ボンゴレ、ビアンコ、ロッソ、テスカトーレ、日本独自の明太子、シメジスパ、どれも好きだって書いてあるんですけど、ほとんど 何言ってるかちょっと途中全然わかんないですけど、みんな知ってますこれ？ボンゴレビアンコで、ボンゴレ、あ、そうそう、ボンゴレビアンコって前なんかやりましたよね。私なんかやりましたよね、ボンゴレビアンコって。ボンゴレビアンコだね。ボンゴレテンってついたらついボンゴレビアンコって読んじゃうんですよ。ボンゴレビアンコ、ロッソ、ロッソ、ロッソって何ですか？ボンゴレロッソ。あ、これ、あ、これ斜め線入ってるの、ボンゴレビアンコ、ボンゴレロッソって言います。